まずこのダブルスがということは邱建新監督もそれから水谷選手も言っていましたけれども、そうですね、ファイナルを見据えてどういうペアでいくのかと、最後選んだのが、全日本チャンピオンになったこともあるグランドスラム、はい、木下マイスター東京は今日の、ダブルスの勝ちでダブルスだけを見ると9勝12敗ということでね、負け越してはいるんですよね。そうなんですよね、しかし吉村真晴、そして、平野勇気、このペアを破りました、非常にもつれた試合にはなりましたけれども、特に第3ゲーム 6-6 からのスタートは12対10で勝ったという形になりました。さあ、そしてこれ陣選手の、気持ちが十分に伝わってくるような試合だったんですけれども、結果とすればカットマンの方選手が、自身の連敗も読んでストップさせましたけれども、そうですね、終始、変化を見極めてからリードは、奪ってたんですけども、陣選手の方が、方選手が、徐々にですね、そこもこう変化を加えて、陣選手の焦りを、誘ったというような、なるほどね、本当に五分五分だったと思いますね。そうですね、ですから本当に勝負のある種のこのあやといいますかポイントから本当に微妙なところで決まるんですね。結局は、方選手が、陣選手のこのなかなかの気合の勝負を、制したという形になりました。3対1で宝永長が、陣選手、この T リーグデビューが、今シーズンの最終戦になったわけですけれどもね、その陣選手を破りました。そして第3マッチは水谷と吉村というこの両選手の対戦、そうですね、ダブルと宝選手が取ったので、もう残るは水谷選手と張本選手というところの余裕がですね、水谷選手のプレーにも現れてたと思いますね。そうですね、それも結果的には第1ゲームは14対12と、大変な競った中で水谷が取り、ですので第2ゲームは相手に4点、第3ゲームは相手に5点しか与えないという試合になりました。それからこれ最後のところですが、そうですね、この背面打ちのこの安定感、これなかなかできないですよ。4本続けてあれだけ綺麗に決まりましたが、あれ続けろって言われば10本でも20本でも何かできそうな感じに見えましたけれどもね、しかし結果的には 3-0 で水谷が吉村を破りました。で、勝ちが決まったという8点3をここでまずゲットしました。そして、ゴーグル姿も初めてですが、初めて見せてくれましたので、そして頭尾を飾る木下マイスター東京にとっては、頭尾を飾る現在世界ランキング4位の張本選手が、チョン・ヨンシクを 3-0 と破って、さらに勝ち点1を上積みして勝ち点4をこの試合で取ったということになります。3ゲームとももうセットはいたんですけども、最後、いいボールを、張本選手が出せましたね。そうですね、ということで木下マイスター東京は、勝ち点47というね、後でちょっとご紹介しますけれども、いい形で、木下マイスター東京とすれば終えることができました。特に開幕戦で勝って、そしてこのまた最終戦でも勝ってという形でしたからね。それもいずれも、この埼玉相手の、試合ということだったわけですが、この試合4対0ということで木下マイスター東京が勝ちました。という、張本選手の